村選手、4コース本田選手、5コース酒井選手、6コース山口選手、7コース田口選手、そして8コース田口選手、はい、それではコンパクトラスの決勝進みコースオープン、はい、すいません、スタートマンシャルで、ね、すいません、ご協力いただける方、お願いいたします。なるべくね、バックストレートね、センター寄りにね、車スタンバイしてあげますとね、いいかと思います。全車カムチェック OK です。はい、スタートマンシャルご協力いただきましてありがとうございます。表彰ミニスカップ2015関西大会コンパクトクラス決勝シーメインレーススタート。さあ、勝ち上がりの田淵選手を含めた全8台、4分間の周回レースがスタートを切ってきました。ファイナルチャンピオンシップ代表権をかけた決勝レースコンパクトクラスですね。まずは風ゼッケン1番柴田選手を筆頭に、おっとこれ若干スタックしたものの、トップ2番手3番手がバックスルート走行中。風ゼッケン1番柴田選手2周をクリアして視点トップ、ベストラップ13秒310、2番手約1秒6後方風ゼッケン4番本田選手、3番手に1秒8後方風ゼッケン3番の藤村選手、3番手4番手に5コース酒井選手、5番手6コース山口選手、コースセンターマシン転倒してますが、これでコースクリア。走行時間残り3分、トップは依然変わらず風ゼッケン1番、オレンジ色のカラーリング、今バックセットから1コーナーに入って大セクションセンターのクランクに入ってきました。ホワイトオレンジのカラーリング風ゼッケン1番柴田選手は操縦台に向かって右から4番目の選手、今バックセット。さあ2番手本田選手は4秒3後方、今コースのセンターセクションを走行中、白いニュービートルですね、操縦台に向かって右から3番目の選手。さあレースの方残り時間2分15秒、トップを走る柴田選手、風ゼッケン1番計測ラインからバックストレート入口、前方にバックマーカー1台、はい、ありがとうございます。走行時間残り2分です。さあコース1台セクションマシン1台スタック点灯してます。はい、コースクリアです。走行時間残り1分40秒、さあトップ3かなり急接近しましたね、この間に。さあトップはこれ風ゼッケン2番の川崎選手に変わった。走行時間残り1分、トップは川ゼッケン2番の川崎選手。2番手に風ゼッケン1番柴田選手、その差約1秒、走行時間残り40秒。
さあ、シュレスのトップラズは今バックステージ出口。残り20秒。さあトップと2番手依然バックストレート。さあしかし残り時間10秒だ。残り5秒。さあファイナルラップに入ってきました。トップ争い時間はこれ4分経過。3コース、7コースゴール、4コースゴール、5コース、6コースゴール、2コース、8コース、全者ゴールしました。トップゴール、決勝ピンに勝ち上がりは川崎2番、川崎選手。はい、おめでとうございます。決勝ピンに勝ち上がりを決めました。コンパクトクラスの